はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書7章テスト対策やっていきます。で、今回ね、この3問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ちょっと相変わらずね、鼻声なんですが、申し訳ない。ちょっとね、聞き苦しいと思うんですけど、お許しください。で、まず、今回は立方体です。前回のね、テスト対策は直方体だったんですが、で、まぁ、一辺が6センチ。まぁ、これ頭のね、中に入れておきましょう。で、F から、ここですね。F から、対角線 AG。ここね。対角線に向かって垂線を引きましたと。で、その交点を P としましたと。まぁ、その状態ですね。で、まず1番、対角線 AG を求めたいんですが、対角線に関してはね、前回もやったように、直方体だろうと、立方体だろうと、対角線の求め方は、ここでやっちゃいますね。対角線の2乗イコール、縦の2乗、横の2乗、高さの2乗を全部足します。で、全部6だから今回は。つまり36プラス36プラス36と、こうなります。で、これ108ですね。で、左辺の2乗を取る代わりにプラスマイナスルートがつくと。で、まあ、本当はね、つけなきゃいけないんですけど、長さにマイナスはないので、もうね、取っておきます。マイナスはね。だから、ルート108。で、108は 36×3 です。まあ、36 3つあるからね。で、36×3。36は6の2乗なので、外に6が出てくる。で、ルートの中に3が残って、AG イコール6ルート3で、これでまず終了となります。まあ、対角線はね、公式のみなので、こんな感じでやってみてください。で、今回のポイントは2番ですね。ここが倒せるかどうかが非常に大事になります。で、求めたいのは線分 FP です。ここからね、垂線引いたこの FP の部分。で、まあ中のね、空中の部分なので、ちょっと出しにくいと。で、まあ、平面で考える方がいいので、どっかの三角形とかを使っていきたいと。で、今、どこを使うかっていうと、ちょっと曲がっちゃったね。この部分。三角形 AFG ですね。で、それちょっと書き出します。あのね、あのままやってもね、できる子はいいんですけど、ちょっとわかりにくいかもしれないので。で、あえてどうしよっかな。ちょっと向きを変えていいですか。こんな感じかな。ここに F ちょっと持ってきます。ちょっとくるっとひっくり返した感じで思ってください。で、右に G がありますね。で、ここに A があると。で、F から垂線引いてきたので、ここに P が来ると。で、今求めたいものちょっとね、X って先に置いちゃいます。ここは X ですね。で、分かる辺の長さ先に書いちゃいましょう。FG に関しては、外の立方体の一辺なので、ここは6です。で、AG はさっきね、求めましたね。6ルート3。で、例えば、どこだろうな。これだと AF か。この、こっちの部分、ここ出せますね。この AF。で、これどう出すかっていうと、この手前のこの三角形、ここ。普通に三平方の定理使っても構わないんですが、これ、もともとが正方形を半分にしてるので、90度で、ここは45、45なんですよ。あの三角定規ですね。つまり、1対1対ルート2になります。辺の比が。1対1対ルート2。だから、一辺ここ6と6なんで、ここに関してはちゃんとやるんだったら、1対ルート2イコール6対 AF ですね。こう。で、外外中中で計算すれば、掛け算ね。すれば AF イコール6ルート2と分かるので、ここも一応分かると。で、もう一個、長さじゃないんですけど、これ、ここ90度ですね、ここ。ここ90度。いいかな、これ AFG のこの部分90度です。になって。ここ、まあ、この斜めと FG、この90度の関係になってるからね。ちょっと、立体があれば分かりやすいんですけど、まあ、なってると。で、これですね、テスト対策シリーズで多分3つ前かなか4つ前ぐらいにやったんですけど、
この図形よく出てきますよって話をしたんですよ。こうやって三角形がありますと、頂点から垂線下ろしてきた問題の中でも、この上の部分が垂線になっているとき、ある特徴がありますと。何かっていうと、左の三角形も、右の三角形も、大きな三角形も、全部相似なんです、これ。になってる、絶対に。だから、それに気づければ、あ、相似なら、辺の比で求められるじゃん。っていう風にやっていくことができます。で、それを使っていく。で、今は、右の三角形。今回はね、右の三角形と、大きな三角形でいきます。で、ちょっとね、まあ、並べた方が分かりやすいかと思うので、この右の三角形ちょっと書き出しますね。同じような形にしたいんで、ここ直角にして、直角のとこ P ですよね。で、短い方がここが G。で、ここに F が来ると。で、書き出すと FP が X。ここね。が X で、PG 分かんないんで、FG が6。こうなってる。つまり、左上と下の辺を使っていきたい。ここ対ここ。で、こっちの大きい三角形見たときも、左上と下の長さちゃんと出てるから。あ、じゃあいけるなってことで、X 対6。左上対下は、左上対下でいけるので、6ルート2対6ルート3と。で、外外中中やると、うん。6ルート3、X イコール36ルート2。6ルート3で終わらなきゃいけないので、こっちがいきますよ。ちゃんと書くか。こうなります。で、ここまずね、外の世界同士約分ができるんで、ここは6になると。で、これ今消える。ちょっと消しちゃいますね。で、下のルート3が邪魔なので、有利化します。上と下にルート3をかけて有利化をしていくと。で、ルートっていうのは同じものをかけるとルートが外れるんで、これは3になります。で、3になったことによって、外の世界に出てきたから、3と6を約分できて2になると。で、残ったのは2と、ルート2かけるルート3、6だから、ルート6だから、2ルート6となって、FP に関しては2ルート6。これで終了となります。いいかな？ぜひね、この図形出てきたらチャンスなんでね、垂線下ろしてきてって、しかもここ直角じゃん！来た！っていう風に思ってもらえると嬉しいですね。で、ラスト、3番です。で、3番は AFP の面積を求めたいので、まあ、これに関しては、まあ、この三角形ですよね。ここ、もうちょっと曲がっちゃったけど、ここが直角になってるから、底辺と高さはここで、まあ、使っていきたいと。で、ちょうど FP 今出してるからさ、まあ、ここは OK だ。じゃあ、あとは AP 出す必要があるので、AP を出したいと。で、AP、まあ、ここですね。じゃあ、Y って置いとこうか。Y。ここを出していきたい。まあ、今と同じようにやったらいいですね。なので、ちょ、書き出してみようか。これも同じような風にやっていくと、ごめんね、喉がね。直角の部分が P。短い長さだからこっちが F。で、左側にあるから A と。で、AP 求めたいんで、ここが Y で、AF6 ルート2。で、まあ、FP も出したから、書いとくか。6。FP どこだっけ ?2 ルート6だ。こうですね。で、まあ、どっち使っても構わないんですけど、まあ、左上対下で、この3、こっち左上対下でやっていきますかね。こっちでもいいんですけど、まあ、どっちでもいいか。じゃあ、左上対下。Y 対6ルート2イコール、こっちでいこうか。で、左上の X また同じですね。2ルート6対6。2ルート6対6。で、外外中中やると、6y イコール、中が、これ、12ルート12になります。いいね。で、これ、最後にルート12直してもいいし、今直しちゃってもどっちでも構わないんですが、まあ、先6割っちゃおうかな、これはね。で、6割ると、下入ってるね。OK、OK。割ると、12が約分じゃねえや。あ、いいんだね。約分されて2ルート12になります。で、ルート12っていうのは2ルート3だよね。4×3 なんで2ルート3。2×2 ルート3だから、4ルート3になります。だから AP は4ルート3でしたと。で、今求めたいのはこいつじゃなくて三角形の面積だからね。だから底辺これ、高さこれ。で、計算していくと、底辺かける高さ。で、三角形だからね、忘れず、かける二分の一をしましょう。
で、まあこれ、ここで約分してしまって、4ルート18。ルート18は 9×2 なんで、3ルート2ですね。4×3 ルート2だから、12ルート2となって、これで終了となります。ここもそうですが、ここはまあいけるか。こっち直すときとかさ、4で、ルート18が3ルート2なんで、3ルート2だと。でね、暗算で急ぐとね、これ間違えて足して7ルート2って、最後の最後でミスっちゃったりする子出てきますので、ちょっと気をつけてください。この4とルート18は掛け算で繋がっているので、4×3 ルート2、つまり12ルート2となりますので、最後のね、ここまで頑張ったのに、そこでミスったらさ、ね、4点とか5点もらえるとこが0点になってしまうので、気をつけてもらえたらと思います。いいかな？では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。